ハインリヒカール・ヨハン・ホフマンは、ドイツの作曲家、ピアニスト。ハインリヒ・ホフマンは、プロイセン王国のベルリンに生まれた。1852年からは、テオドール・クラク、エドアルト・グレル、ジーク・フリート・デーン、リヒャルト・ビュルストラの下で研鑽を積む。彼はまず、ピアニスト、教育者として、キャリアを開始した。作曲家としては、広く知られるようになったのは、1873年の、 還元楽のためのハンガリー組曲であった。翌年に発表したフリチオフの佐賀に基づくフリチオフ公共曲フリッチオフシンフォニーは19世紀後半のドイツで最も演奏された還元楽曲の一つとなった。彼の作曲様式は古典的でメンデルスゾーンやシューマンの名残を感じさせるものである。彼は1870年代から1880年代には 最も演奏回数の多い作曲家であったが、生前からすでに彼の作品は、ほとんど忘れられていた。今日に至るまで、彼の作品目録には散逸したままのピアノ曲がある。ホフマンは1869年のカルトゥーシュを皮切りに、オペラの分野にも進出しており、還元楽曲と同様に成功を収めた。次なる作品は1877年にドレスデンで初演され、 ハンブルクとベルリンでも上演されたアーミンであり、さらに1878年にハンブルクで初演、1886年にベルリンで上演のジョジョーオペラ、アンション・フォントルオと続く。ジョジョーオペラでは1882年にハンブルクで初演のビルヘルム・フォン・オラニエン、1886年にベルリンで初演のドンナ・ディアナも発表している。さらに、 混声合唱とピアニーヌのためのワルツ、ダスメルヘンホンデア周年、メルジーヌ・ウンとミニスピールなど、ホフマンの歌曲、合唱曲はアメリカにも進出していた。室内楽曲にも力を入れると同時に4手のためのピアノ曲も好んだ彼は、イタリエにシュリーベス・ノベル、レントラー、リーベス・フルーリング、新ハンガリー部曲、ノイ・エンガー・イシャ・トンテッサ、アムラインなどの作品を発表している。 ホフマンは1882年にプロイセン芸術アカデミーの教員となり、1898年には市政府の役員に任用された。彼が当時成功を収めたこと、また今日忘れられていることの原因は、個性を強く出さない、堅牢な作曲技法にあると思われる。これが当時の聴衆の期待には沿ったものであったが、 後の世の聴衆には革新的な部分がないと捉えられるのである。彼の舞台作品だけはドイツ語によるオペラの発展に寄与したと言える。出典。ありがとうございます。